はい、始まりました。猛虎襲来の話、もうだいぶ取りましたね。3回ぐらい取ってるか1回目の襲来が終わったんですか？な。そう、だ1から文回目英のの駅で、話。まあ、終わったわけ。次は公安の駅ですよ。で、基本的に負けたわけ、向こうがね。なら、不備来は、なもね、認めるわけないじゃないですか。猛虎がね、日本ごときやバンコクに負けるなんてことありえないわけよ。で、だから、またやると決めたわけですやん。で、だから日本を攻めるための役所まで作ったわけよ。だからその役所の仕事は日本を占領することなわけですやん。まあ、例えてみればですね、第二次大戦の時に日本にね、アメリカ占領省というのができたと、まあ思ってくださいよ。もんですや。で、不備来はですね、またね、高麗に向かってね、軍艦作れって言ったわけや。これね、大変なのね。軍艦一隻作るのにね、山の木をね、すごい切らんといかんのよ。だからね、すごい労働力がいるのよ。だからね、これ国力疲弊すんのね。いや、だからね、高麗は日本を攻めたためにボロボロですよ。勝てばいいよ。でもね、1回目勝てなかったわけでしょ。で、不備来はね、2回目もやるというから、だから、それはやりたくなかったわけだけど、しょうがないわけよ。で、1回目のね、攻めたらって進めたのが高麗の国王ですからね、1回目の時に亡くなったのよ。ね、1回目の時に亡くなったから、その喪に服すとかいうことがあったから、本当はもっと早く攻めんといかんのに、それが遅れて11月になったと、そういうことなんですよ。で、2回目はその失敗に懲りてですね、もっと早く攻めると。で、今度はもっと大軍を送ると。で、そこで、高麗だけじゃなくて、南宋軍を送ると。つまりね、宋、南宋はですね、蒙古に対して戦っとったわけよ。ところが、滅ぼされたの、ついに。そこで、高麗、元はですね、この南宋軍を手に入れたわけよ。この南宋軍を使おうと。で、南宋に船を作らせてですね、で、南から攻める。で、北からは高麗が攻める。こういう二手で攻めるということに決めたわけ。で、南宋軍はね、実はね、元にとってみればね、勝っても負けてもいいのよ。勝てばよし。ね、負けたって南宋軍が死ぬだけだからどうでもいいわけね。実は猛虎兵はそんなにいないのよ。で、南宋軍はすごいのよ。まあ、この数がね、いくらっていろんな説があってね、10万とかさ、いろいろ言うんだけど、まあそれは、ああいう歴史書っていうのは持ってるからね、古代表現があるから、まあそれはね、まあ分からんわけよ。でもね、確かに大軍が来たわけ。ところがね、こういう作戦なんだよ。高麗側から来る、この東路軍、東の道の軍ね、で、南宋が一緒に戦うと。そのためにまずね、息で落ち合うと。何月何日に息で落ち合って、そこで一緒になって九州に攻めるという約束だったの。ところがね、南宋軍がね、いろいろね、手間取ったのよ。で、どう手間取ったかって、司令官がね、死んだとかね、いうようなこと、司令官の交代とかいろんなね、揉め事があってですね、1ヶ月以上遅れたの、南宋軍の出発が。で、東路軍、まあ、高麗軍が主なんだけど、まあ、しゃあないから自分らで来たわけよ。で、また前のように、対馬落としやね、で、壱岐落としやね、で、博多に来たわけや。ところがね、今度は2回目ですからね、2回目ですから、日本側はね、もう分かってるわけ、準備がね。また来るだろうと。だから、そこへ、まあ、有名なね、壁を作ったわけや、防壁を。海岸線にね、20キロほど作ったや。で、これはね、高さ2メートルぐらいのね、まあ、ね、防壁ってあったらそんな高くないんだけど、でも馬が乗り越えられないのよ。で、いや、だからね、敵が仮にこれを乗り越えてきたってね、歩兵で戦うといかんわけや。ちなみにね、猛虎兵っていうのは基本的にね、騎兵でしょ。ところがね、船で来る限りね、馬ってそんなに乗せられないのよ。いや、だからね、
基本的に歩兵なんや、向こうは。うーん、ね、日本軍は基本的に騎兵なんや。うんうんうん、いや、基本的にというか、侍だけがね、馬に乗ってて、あと、いわゆる労働と、労働と呼ばれる部下は、まあ、家畜、歩兵ですけどね。うんうんうん、でも、馬は日本の方が多かったわけや。うん、いや、ほんで、ともかくやね、向こう来たんだけど、なんせ、すごい貿易があるから、超えられないね。うん、で、どうしても攻め込めない、ね。うん、で、しゃあないから、どうしたかというと、さっき言った、この前言ったですね、鹿の島っていう島があるわけ、博多の沖合に。そこへ陣取ったわけ。うん、ところがね、この島はね、陸系統といって、ね、陸とつながってるんよ。そこで日本軍はどうしたかというとね、陸から攻め、うん、海から攻めたんや、うんうん、で例の竹崎末永はこの時も参加しておって、船で攻めてる絵があるんや、で陸と海から行ってですね、高麗軍がここで散々な目にあったわけ。でこの副将の紅茶球なんかがあわや戦死間際にまで追い詰められたんや、でもうここではもちこたえられないと。しかも援軍たるやね、南宋軍が来ないと、ね、うん、でしゃあないから一旦は一気に引き返そうと、うん、でそこで南宋軍が来るのを待とうとしたわけですよ、うん、ならどうなったかというと、南宋軍は一月以上遅れてですね、来たんですよ、うん、ところが一気に来ずにですね、最初ね、五島列島のところに ね、まあ、ある島を占領したわけや、次にね、高島っていう島があって、これがね、僕ね、最初調べたときはね、どこにあるかも見当もつかへんかったんやけど、まあ、一応長崎県なんですけどね、けど僕ね、長崎県っていうのは非常に僕誤解しとったんやけどね、実はね、対馬もあれ長崎県だろうね。だから高島も長崎県なんだけどさ、長崎って言うともっと左端のイメージがあるんだけどね、そうじゃなくて北の限界の北に面したところにある島が、はいはいはい、だってそこを占領してそこから太宰府進軍しようと、まあ、彼ら計画したわけ、うんうん、だから彼らはですね、大軍を、まあ、船をその高島の周りに停泊させて、ね、大軍を高島に上陸させたわけや。高島ってね、うん、まあ、小さな島であるが結構、まあ、大きな島で、まあ、そこに一つの村があるんですよ。でいろんな、ね、入江があって港がいっぱいあるんですよ。港そこに船が停泊しとったわけや、うん、まあ、そういう状況ね。だから南宋軍というか、まあ、蒙古軍がそこに高島に乗ったわけや、でそこでですね、まあ、日本がそこへ攻め込もうとしたわけ。そこで、まあ、うん、まあ、いろいろやり取りがあったわけ。ところがですね、うん、運命の日っていうのがね、うん、あれ、何ちゅうかな、ちょっと僕、正解も覚えてるけど、その時に台風が来たんよ、台風が。それで、南宋の船がね、沈んだんや。で、いや、全部沈んだわけじゃないですよ、うん。まあ、散々沈んだ船もあるわけよ。うんうんうん、そこでね、高島に、まあ、兵隊がおるわけ、うん、南宋軍がね、うんうん、そこでね、南宋軍の司令官たちはね、どうしたかって、うん、相談したわけや、うん、どうするって、うん、で彼らあんまり戦う気ないのよ、あ、逃げようって決めたやん、あ、で現に、いや、戻ったらね、台風が来て、ダメでしたと、なんとか言い訳しようとしたわけね、うん。で、南宋の司令官どうしたかって言ったらね、残った船があるでしょ。それに乗ってる兵隊をみんな降ろしたい、うん。で、自分らだけで乗って、自分らだけ逃げたい。ひどい話でしょ。司令官だけが逃げて、部下はみんな、高島に残されたんや。で、高島に残った部下たちはどうしようかって。なんせね、司令官とか高級将校はみんな逃げたんや。で、下級の将校がおるから、これを司令官にして、で船を作って帰ろうって。まあ彼らね、高島の木を切って船を作ろうって、
まあ、悠長なことを考えたわけよ、うん、ところがね日本軍はそれは見逃すはずがないじゃないですか、ね、日本軍だってもちろんねそれはね台風が来たからさ当然被害を受け取るけど、まあ、向こうの方がひど被害が甚大なわけよ、うん、そこでですね日本軍が高島に殺到したわけよ、うんうんうん、でそこでねもうね殺戮戦ですよ。あもう向こうボロボロですよ、うんうんうん、だからねいろいろねそこにねあのねあの今も地名が残ってんねあのね何かくくく首なんか首くり崎とかさ血の裏とか、まあ、ちょっと僕今名前覚えてないけど、うんうん、そういうもう敵兵がボロボロになってで敵が降参ねしたら全部首切っちまったとか、うん、でもね本当はね全部首切ってないのここでね日本はねこうしたいの南宋人は助けるそれ以外の蒙古人とか高麗人とか、うん、それ以外の中国人はみんな首を切ってしたわけ、うん、だからで南宋人をなんて助けたかと言ったら南宋と日本はね友好関係にあったのよ。だから博多には南宋の人間がたくさん住んどったの中国人街があったんですよ。あ街がだからあの南宋人に対してはそんな敵対意識は持ってないし、うん、で奴隷にしてね、うん、使えばいいじゃないですかってだからその時に例えば南宋人だっていろんな、ね、陶磁器を作る技術とか持ってる人もいるじゃないですか、うん、だからまあそういうのを使えばいいってというわけで、まあ、言われてることは南宋人は奴隷になってでそれ以外は殺されたってだから原始によればですねその南宋で帰り着いたの3名のみとかなんかねこんな嘘ですよ本当はもっとたくさん帰ってんだけどでもまあねよくてね1割帰り着いたの1割ぐらいじゃないかとか、うんうんうん、よくてねで残りの9割は死ぬか捕虜になったんだとというわけでねもうこれはね干渉ですね。うーんまあさらにその途中でもですねあのいや さっきの東路軍が一気に撤退したけど日本軍はまた一気に攻め込んでですね、うん、そこでも徹底的にね戦ったわけよだから東路軍の方はどうなったかって言ったら、まあ、そこで息も追われてで、うん、高島に行ったけど、まあ、そこでもあんまりもう一つだって、ねまあ、結局東路軍は最終的に、まあ、東路軍というのは基本的に高麗軍ですけどね、うんまあ、逃げたわけ、まあ大きな被害に出したけど、南宋軍ほどの被害ではなかったけどね。うん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 、だから、最初ね、南宋では高麗軍が出るときにはね、であの国王の前ですね、高麗の僧がね、あのうん、歌を読んでね、まあ、監視ですけどね、で、ね、めでたいめでたいって、これから日本行って日本を攻め滅ぼすんだって。うん、だから、日本対韓国の確執って最近あるじゃないですか。ええ、これってね、実はね、あの天智天皇の時以来ですよ。ずっと何千年にもわたってあの日本とあの韓国中華朝鮮とかいうのを揉めてるんですよ。うん今ね始まった話じゃないんですよ。というお話です。はい、区切りですかね、とりあえず。はい。はい